何これ肉球？なんでなんで？猫の日だから。なんでなんで？肉球みたいなやつありがとうございます。すごーい。肉球みたいなやつありがとうございます。雪玉もありがとうございます。広島県出身22歳のヘッピーこと藤本彩香です。こんばんは皆さん。あ、猫の日だからか。かわいいね。かわいい。ありがとうございます。今日は1時間ぐらいやろうかな。11時ぐらい、11時過ぎぐらいまでやろうかな。まあ12時でもいいけど。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。ゆっぴです。あれ自己紹介したっけ？忘れた。自己紹介したか忘れたな。あれ言ったっけ自己紹介。こんばんはこんばんはこんばんはわわ。ふゆっぴです。あ、広島県出身22歳のふゆっぴこと藤本ふゆかです。かわいいギフトありがとうございます。肉球のギフトとか雪玉もありがとうございます。今日は猫の日なんらしいですね。猫飼ってないですので1月11日は犬の日だったのかな。そっちにの時に何かすればよかった。こんばんは大富豪。あ、今日は月曜日ですね。明日は祝日らしいので、なんか今日一日頑張って明日休みっていう人も中にはいるんじゃないでしょうかね。お疲れ様です。明日はなんか天皇誕生日らしいので、なんかお誕生日で休みらしいのでね。いいですね。私もお誕生日を休みに、私もお誕生日休みにしてほしい。あ、肉球ギフトありがとうございます。非常に非常にありがとうございます。大富豪、そう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 ね。今日ね、大富豪のねイベントというか AKB さんのなんだっけ、ドボンと AKB さんのドボンとあとてっぺん NMB さんとか、そういうあと七並べ STU さんのとか、そういうねやつの合同イベントが行われるらしいですね。七並べとか、そうレッドクイーンさんの会社のアプリゲームアプリゲーム、そうみたいな感じで、なんかそう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 、あー肉球すごいね肉球すごいね、肉球、そうそうそう、そういうねアプリのなんかなんていうのイベントみたいな、まあ SKE だと大富豪なんだけど、肉球ありがとうございます。そう、STU さんは七並べ、そうそう七並べね、七
七並べ SK は大富豪ドボンってウノみたいなやつですよね確か。そう、そういう風なのがあるらしいんですけど、あの私はそう合同イベントらしいです。私は立候補しないので、皆さんもし立候補して応援したいなって思った人がいたら、その子のためにね、うんって感じです。私はしません、立候補は。また他のイベントとかやりたいなって思った時に協力お願いしますっていうことがあるかもしれないので、その時はよろしくお願いいたします。何卒。ファッションフォーユーのイベントがなくなっちゃったので、ファッションフォーユーのさ、なんかイベント、私他のいろんな今まで、例えばそれこそ大富豪の CM 選抜とか、そう大富豪の CM イベントとか、他の100万円のテレビのやつとか、あと他のショールームのイベントとか、何も立候補したことなくて、そうそうそう、そうなの。それっていうのはパッションフォーユーの広告選抜に毎年入りたいなって思ってたので、他のいかなるイベントも頑なに立候補せずにかけてたんですけど広告選抜にね、広告選抜もうできなくなっちゃったから、もうこれからイベント他にも出てくると思うけど、まあ何もかも立候補はしないけど、でも他になんか変わる何かがあれば、そういう時はやりたいなって思ったらやろうかなって思うので、その時はよろしくお願いしますなんですけど、今回に関してはまだ立候補 しません。うわー、すごいすごいすごい肉球ありがとうございます。ダラダラダラってきた、すごい。これランダムで出るのかな、かわいい。初見の人だ、ありがとうございます。そう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 、あーすごい肉球ありがとうございます。いや本当に本当に、うん、そう、他になんかイベントをやりたいイベントとかが出てきたらそれを頑張りたいなって思います。あー、ありがとうございます肉球。でもまあパッションフォーユーがなくなったので、ちょっとねどうしようかなって思ったりもしますね。あと本当にパッションフォーユーの、あ、いちごもギフトありがとうございます。パッションフォーユーの、あー肉球ありがとうございますファッションフォーユーのイベントにしかほぼ立候補してなかった。ちゃんとね、ちゃんと最後まで戦い抜いて立候補しますって言ったのはそれしか本当にやったことがないので、なんか1年に2個ぐらいは立候補してもファンの人が大変じゃなければって思うけど、でもまあ自分がねどういう気持ちかにもよるから、まあ分かんないし先のことは。もしもやりたいなって思ったらよろしくお願いしますけど、今回は大丈夫ですので楽しくやってください。大富豪イエ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 イ。そう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 、そんな感じでございます。そんな感じの考えを持っていますけれども、今回は大丈夫です。楽しくやってください。大富豪なのでいつも通り、いつも通り楽しくやってください。よろしくお願いします
ぜひぜひ。いや本当でもあれですね、パッションフォーユーに関してはさ、いつか立候補絶対するよって言ってたから、基礎力だけ上げとくねって言っといたからさ、毎日コツコツやってくれてた人は本当ありがとうね、感謝しています。いやでもね、何事も永遠はないんだなって思いますね。なんかそれは当たり前のことだけど、ファッションフォーユーとか入った時からずっとね、撮影とかいろんな撮影とかあったからさ、もちろん当たり前に毎年続くものだと思ってたからさ、やっぱり 何でもそうだけど、永遠とか当たり前はないんだなって思いました、すごく。だからまあ頑張れる時に頑張るのがいいですね。私本当になんか感謝だなって思いました、非常に。まあ当たり前のことだけどね。そうね、そんな感じです。いやでもいろんな衣装着れて楽しかったな、ファッションフォーユーに関しては。いろんな、本当にいろんな衣装、季節によって全然違かったし、あと広告選抜はね一回入れたんだけど、その時ね、広告ファッションフォーユーのね、広告選抜に選んでもらった時、その広告に載るさ衣装ってさ、最初から決まってるものだと思ってたんですけど、なんかね、選ばれた人は自分で SKE の衣装の中だったらなんかどれを選んでもいいよって言われてて、そうそうそう、前のめりの曲とか衣装が本当にね好きで、ずっと着てなんか写真を撮るのが夢だったので、そうだからね、ファッションフォーユーのイベントで前のめりの衣装を着て、それが広告になったのがすごい嬉しかったし、もう着れたことが夢みたいでした。それをでも着て歌って踊るのはまた今度できたらいいなって思ってたけど、それもできたし、両方嬉しかったなって思う。それの前のめりの衣装で広告に映れたこと、すごい嬉しかったし、あの新宿アルタのビジョンに映ったのもすごい嬉しかった。私は東京だからお仕事とかもあって、その期間の間に見に行くことできなかったんですけど、ファンの人が代わりに見に行ってくれたりとかして、すごい喜んでくれたりとか、あと東京にいる友達とかもね、すごい喜んでくれて嬉しかった思い出。そうそう、こんばんは、肉球ありがとうございます。そうそう、あとは自分の大好きなプロ野球メーカーの中に乗れたのも嬉しいし、そのアルタのビジョンは今はもうね、その期間限定、期間限定だからダメな、もう見れないんだけど、そのプロ野球メーカーとか他の雑誌に載ってる広告とかはずっと残るものだから、大切に保管、綺麗に保管しとけばずっと見れるものだから、大切にしておこうと思います。テロップ今日出たの、今日は693日、ありがとう。およよだって、およよ15分、今何時、10時半、11時過ぎぐらいまでやろうかな。3月のやつ SK のトーク会の方を通ることにした。あ、好き、ありがとう、すごく好きだよ、ありがとう。そうなのでね、そう思いました。
が、まあもう一回人数増えたのでもう一回言うと、今回の大富豪イベント私は立候補しないので、あの楽しんでやってくださいということです。引き続き、もうちょっとしたらまた一押しガチャもありますしね、皆さん頑張ってコインなどを貯めて楽しく頑張ってくださったら嬉しいなと思いますので、今回は大丈夫ですので、あの楽しく大富豪してくださいということのお話ですね。とてもとてもそう、そういうこと。あ、肉球ありがとう。だからまだ知らない人とかいたらさ、あの教えてあげてね、まあ、このショールームを見てなくてフッピーは立候補するのだろうかしないのだろうかって思ってる人がいたら、しないらしいよって言ってください言って教えてあげといてください。よろしくお願いしますね。3月が楽しみだって、ありがとう。そう、そして今日はもう一個ありまして、今さっき終わったんですけど、広島 FM さんのまた大久保茂樹のクジラジっていう番組の DJ の大久保茂樹さんという方がいるんですけど、その方が、コラムというかね、あの新聞に記事を書いて投稿しているんですけど、朝日新聞さんに私の記事を書いて載せてくださっていています。そうそう、テロップそれにしよう。そうなんです。よし、これでいいか。朝日新聞広島版載っています。あ、だるまありがとうございます。そう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 、カープだって、カープです、ありがとう。そうなんですよ、本当にそう、オークボックスさんという方がね、朝日新聞さんの、朝日新聞さんの広島版っていう、朝日新聞っていう新聞があると思うんですけど、それの広島版、広島に載るよっていうのでに、あの大久保久さん記事を書いていて、私のことを記事にしてくださって今日書いたのが上がったんですよ。ちょっと前々の告知ができなかったので、本もう当日になっちゃったんですけど、そう今日載っていまして、広島県以外だから買えないよっていう方もいると思うんですけど、そういう方も大丈夫、ウェブで載っていますので、オークボックスさんのツイートや私のツイートにリンクを貼っているので、ぜひリツイートをよろしくお願いします。せっかくなのでたくさんの方にね知っていただきたいので、読んだなと思ったらいいねとリツイートしてくださったらすごい喜びます、心が。そう、よろしくお願いします。本当にありがたい、びっくりしました、もう本当に本当にありがたすぎてもう好きもう泣いちゃう、本当にありがたい、ありがたい。そう、写真付きで載せていただきましてね、それを嬉しいよと思って、そうで今日ねちょっと帰りながら聞いてたんですよ、そう帰り道でね、こう
イヤホンさして聞きながら書いてたんですけど、そしたら私の名前がポンって出て、また最後さっきなんでちょうど30分ぐらい前ですね、本当に9時台の、終わりらへんなんですけど、なんか SK48 のふっぴさんがまたね朝日新聞に載っていますよっていうことを言ってくださって、もう本当に普通にさ聞いてたのでさびっくりした本当に。そう、また、また私の名前が出たと思ってね、リアルタイムで聞いてる時に何の予告もなく自分の名前が出るとびっくりしますね嬉しかった本当に。そう、今日もだから触れていただいていて、番組でびっくりしたよね。本当にびっくりしましたね。多分ファンの人がね、誰かね、多分投稿してくださったんだよね、メッセージを。誰だろうね、こういうチフラグをリクエストしますって、こう、まあ今日はかからなかったんだけど、リクエストとしてこういうチフラグをもう送ってくださいましたって言ってたから、絶対ファンのね方がね、誰かね言ってくださったんで、その朝日新聞さんの記事から言ってくださってたから、そう、ファンの方が絶対ね、かもしかしたらリスナーの方かもしれないけど、こういうチフラグのリクエストとともに、その私のことについてメールを送ってくださってたので、それを読んでくださっていて、それから私の話にちょっとね触れてもいただいていて、驚いたし、ありがとうございますって思いました。初見の人こんばんは、こんばんは。そう、びっくりした、ありがたかったですね。そう、まあ、広島のね家族に言ったら、そのなんだ、ウェブでももちろん読めるんだけど、やっぱ現物を買ったよってね言われたのでね、2部残ってたらしいんですよ、コンビニに。だからね、一部ね送ってって言ってね送ってもらいます。ま、なのでまた撮ったらその写真新聞と一緒に載せたいなって思います、 SNS に。皆さんも買えるのかな、現物。九州スポーツさんのなんかあれみたいにできるのかな、バックナンバーみたいなのあるのかな。私はちょっと名古屋では買えないので、広島版なので、そう、親が買っといてくれたので、それを後日送ってもらうことになりましたのでやっぱ現物が届くの嬉しいです。あ、肉球ありがとうございます。タコさんのなんかもありがとうございます。そう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 、だからね、ぜひよろしくお願いします。ありがたいね、本当に優しいね。本当に優しいなって思います。嬉しすぎて言葉にならないですね。本当に恩返しをしたいもっと頑張りたいねって思うね。そうそうそう、現物届いたら配信でもお披露目してするね。そう、ウェブとかでも読めるので、ぜひ。いやー、本当に、いやー、ラジオから何から何まで本当にありがたい気持ちでいっぱいですね。もう地元あったかすぎて涙出てくるもちろん名古屋の皆さんも大好きだし、いつもねお世話になっている方ばかりなんですけれども、もちろん地元も暖かすぎて、あー帰りたい、ダメだ、また広島を思い出してホームシックが来る、ダメダメ。あ、肉球ギフトありがとうございます。いやもちろんね、名古屋もね本当大好きです。そう、名古屋も大好きなんだけど、やっぱ広島もね本当に大好き、本当に暖かい。そうなんですよね。
いやもう、暖かい名古屋もね、でもすごいねいい出会いばかりなんですよね、本当に。いやだけど本当に帰りたいな、いいよね、地元は離れていてますし、そう本当にそうなの、やばい寂しくなってきた、帰りたい。優しい、そうダメだ、めっちゃ帰りたくなっちゃう、暖かさに触れてダメですね、あまり考えすぎるのは良くない。そうですね、いやでもほんとね、名古屋に来てからもすごいね、なんかこう、ああ肉牛ギフトありがとうございます、いい出会いをたくさんさせていただいていて、名古屋ももちろんね大好きなんですよ、プライベート、そう特になんかプライベートで会う名古屋の人と本当にいい人ばかりで、名古屋に来てから整体に通い始めたんだけど、整体の先生とかそこにいるスタッフさんとかもすごいよくしてくださって、応援してくださって、その行ってる美容院の人とかね、うん、すごい名古屋の人は温かいなって思うんで、思ってもちろん寂しくない時もあるんですよね。そう整体の先生とかもなんか寂しいかったらね、犬触りにおいでねとか言ってくださるしね、そうそうそう、なんだけどやっぱ広島ももちろん暖かいからさ、思い出すとさ帰りたいって思っちゃうよね、やっぱり。でもそれは別に広島に限らず皆さんもあると思うんですけど、地元って暖かいなって思いますね、あ本当にそうよ、そうなのよ、ありがたいね、ぜひ読んでくださいね、優しい、さんも人に優しくできる人間になるか、なんかな、こんばんは。そうすごくそう思った思いました、とてもありがたいのでね、本当に優しい世界、そう本当に優しい世界、チークヌーロ、本当に優しい世界よ、優しい世界よね、いいね優しくてね、頑張りたいね、皆さんもぜひ応援よろしくお願いします、そんなので広めてくださると嬉しいな、記事もせっかく新聞に載るなんてことめったないと思うのでよろしくお願いいたします、非常に、そう、そう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 、嬉しいね、そう嬉しいと思った、ハートありがとうございます、いい番組だな本当に、今日もね聞いていましたよ、まあでもお仕事とかもあったりするから、公演とかね、それこそ劇場公演は8時とかまでだから、なかなかオンタイムで聞くっていうことはなかなか難しいんですけど、こうタイミングが合えば
オンタイムで聞けるんですけど、たまたまこうね、オンタイムで聞いてる時にこう触れられるとめちゃめちゃびっくりしますね。そうなのよ、頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。あ、ハートギフトありがとうございます。広島の旅で広島の人の温かさに触れたよ。いやーん、本当にそうよね。一旦一回帰りたいな、寂しい寂しいよ。かわいいギフトありがとうございます。そう思いました。はい、こんばんは、こんばんは。あ、肉球ギフトもありがとうございます。かわいい、センキュー。 My name is ゆっぴ。今週末広島行きます。すごい。そうそうそう、そう思いましたね。あとはさ、あ、今日からついについに、トーク会の5時受付が始まりまして、いたしましておりますね。トーク会の5時販売が行われております。これはもう抽選じゃなくて、先行なので、これが最後かな、最後の販売になるのかなって思うので、ちょっとイベントもね、立候補しようとしてたイベントもまあなくなってしまったので、本当にもうこれは本当に特会頑張るしかないと思っているので、もしよければね、来てくださったら嬉しいなと思います。なんとも言えないんですけれども、どうしたらいいのかなと思うけどね、頑張っていきたいと思っているよ。4分にできるかな、どうだろうな。でも4分にしたいよ、さんはどうしても。だからよろしくお願いします。こんばんは。いやー、そうなんだよね、頑張るしかないから、頑張るしかないから頑張る。でも会いに来て、会いに行きたいなーって思ってもらえるようなね、人になればいいんです、私は。そうだから、選抜狙ってる、選抜狙ってるよ。うん、9期生が入る時にはまだ誰も選抜に入ってないから、さんもその時には入れるような人でありたいって思ってるから。いや、さんは選抜に入りたいです。本当に本当にそう、本当にそれしか考えてない。うん、いろんなイベントとかももちろん立候補したいけど、選抜メンバーに入りたい。もっと声に出して叫ぶべき、会いに来てて。そうだよね、頑張る。そう、どうしても相田さんと一緒に選抜メンバーに入りたいっていうのもあるけど、9期生今3年目に入ったのかな。え、違う、怖っ。3年目に入ってるのか、もう今デビューしてから2年経った。え、もう感覚がおかしくなってる。え、2018年で19年で20年
2年か、そう3年目、そう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 、3年目に入ったんですよ、9期生ね。だからちょっとね、まあ1年目とか2年目とかだとまだまだ若手だねって言われるけど、3年とか4年とかになってくるとね、もはやこうなんだろう、あー肉球ありがとうございます、もはやこう若手だね、入ったばっかりだねって言われるわけにも言われなくなってくると思うし、それは言えない、9期生だからまだ若手っていうのが通用しなくなってくると思うから、本当に一個一個を大切に頑張っていきたいと思いますけど、なかなか難しいね。去年1年間はコロナだったからうまいこと活動できなかったし、まあそれはみんなだけど、ね、今年は23歳になりますし、あと2ヶ月で本当にギアをガガンって上げていけるように頑張っていきたいと思います。焦ってはないんですよね、なんだろうな、焦りとは違う、焦ってはあんまない、あ、なんて言ったらいいんだろうね、小学校の時から憧れてる48グループというかアイドルになりたいなと思って、はい、けどなんか思ったような活動が全然できてなくて納得がいかないんですよね、もう毎日が、いろんなお仕事もちろんさせていただいてるけど、もっともっと頑張りたいから、そのなんか自分が思い描いてたアイドルの毎日とはもうちょっとね、まだなんか到達できてないんですからね、その自分に早く近づきたいし、やっぱりテレビとかの音楽番組とかに呼ばれるのは選抜にならないと難しいと思うから、選抜メンバーになってたくさん頑張りたいです。そうだから、もしよければ応援してくださるとすごい嬉しいです。今回のトーク会は先着順なので、早い者勝ちなので、来たいと思った方がみんな来てもらえるように頑張っていきたいと思いますし、思いますね、はい。頑張るよ。まあ、今回いろんなお洋服も着たりコスプレもしようって思っているので、なんかなんだろうな、もしこういう服装が見たいなとか、こういうお話がしたいなって思ってくださったら、そのお話をしに来てくださったら嬉しいなと思います。わー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 、ね、頑張る、はあ、トーク会行きますよ、ありがとうございます、そうそうそう、頑張るべ頑張るべ、いやね。まだまだふいちゃん初心者マークだから、これからが楽しみです、ありがとうございます。そうね、さんと何を話しようか、何でもねいいですよ、野球の話でもいいし、アイドルの話でもいいし、なんだろうな、野球の話でもいいし、アイドルの話でもいいし、食べ物の話でもいいし、メールの話でもいいし、公演の話でもいいし、先輩の話でもいいし、同期の話でもいいし、何でもいいですね、聞きたいことがあったら何でも
教えてくださいねとか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 、なんでもよろしくね。なんて贅沢な二人だけのために、そうそう、話すことがなかったら話すことがないよって言ってくだされば非常にいいです。ミスターチーズケーキアイスカップの方かな、なんかこう持つ方のやつは食べました。ラズベリーとチョコって感じだった。あんまチーズっていう感じはあんましなかったかな、そのソフトクリーム型の方は。チョコとラズベリーが強かったかな。そうカップの方はね買ってないね。今日買おうかと思ったんだけど、夜にアイスはちょっとやばいと思ったので我慢した見てないですねまだ。もしあったらいつかね。アイスはちょっと夜には今食べる勇気ないですね。昼ですね。ふいちゃんデビュー緊張しないようにテンション上げていくね。テンション上げてください。それよりも私さ、昨日までさセブンイレブンでおにぎりがタダでもらえたのにアプリ入れてたら、まじもらい忘れた泣けてきた。あんだけファンのみんなにも言ったんだけどアプリでさ、おにぎりが1個140円未満かな、おにぎりどれでもタダでもらえるよって言ってたのにも。ダメだね、忘れん坊だからさすぐ忘れちゃうのよ。忘れちゃった泣けてきたね。そう、もう気づいたのが昨日の夜の11時とかで、あ、もう時すでに遅いわと思いました。11時じゃないや、そう夜のさ11時とかにさ、なんかわざわざさ、そのおにぎりのためだけにさ、なんか家を出てコンビニに行くのもなんか嫌だったし、買ったら絶対に食べちゃうから、そう、おにぎり10個買えば1個もらえるんじゃなくて、タダで本当にもらえたんですよそうそうそう、だからねやめました。普通にもう本当に忘れん坊だから。そう、なんかね食べ物をね、そうミッサーもね一緒にショールームコラボした時にね、言ってたと思うんだけど、私もね食べ物ね家にあるとね食べちゃうんですよねそうだから最近は本当に食べ物を置かないようにしてて、何も本当にね、なんかね、なんだろうね、なんかね、そうなのよ、なんか食べなきゃいけないっていうね義務感がね、こう、こうなんていうの、湧いてくるんですよね。例えばなんだろうな、本当に何でも本当に買ったら早く食べなきゃって思っちゃって、できるだけ最短で全部食べきろうとしちゃうんですよね。そうだからね、もう本当買わないようにしてる。もうだから最近本当に家の中に今あるの、本当にちゃんと食料としてあるの卵ぐらいしかないですね。卵ぐらいしか置かないようにしてる。もうその日に食べるものはその日に買うそうそう、鮮度のいいうちに、そう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 、なんか本当に早く食べないとって思っちゃうんですよね。そうだから置かないようにしてる。置いてるから食べちゃうんですよ。置かなかったらもう諦めるので。今ね何個あるかな、10個あるかな、卵家に。で思いますね。
自炊はする時もあるし、しない時もあるね。たまにしかしない。でもほぼなんかお家でご飯を食べるっていうのがそんなにたくさんあるわけじゃない。公園があったら公園でご飯出たりするし、お仕事があったらお仕事でお弁当が出たりとか、まあそれこそトーク会の時とかもね、なんか食べ物あったりするので、そんなにね家で食べることがないんですけど、たくさんね、ちゃんと1週間毎日全部朝昼晩家にいますよっていう生活ではないので、だからする時もあればしない時もある。ゆで卵は一度に何個食べ、ゆで卵ね1日に1個食べてたんですけど、ちょっと前までね。そうなんだけどね、この前ねなんか1個じゃあんまりお腹いっぱいならないなと思って1日に2個、ね、食べた時があったんですよ。卵焼きじゃないや、そうゆで卵、ゆで卵を朝ごはんに1日2個食べたらめっちゃなんか気持ち悪くなった。食べ過ぎるのもよくない。なんでだろう。うん、でもゆで卵めっちゃお腹いっぱいになりますね。お腹いっぱいになると思ったらお腹いっぱいになる。初見の人こんばんは、ありがとう。お弁当にお肉と魚があってどっちを選びますか。もう100ゼロでお肉を選びます、絶対に。でもお魚も美味しいですけど、やっぱお肉の方が嬉しいですね。まだまだゆで卵は記憶力上がりますね。なんか記憶力本当に良くなりたくて、どうしたらいいかなってなんか本当に思ってる、本当に思ってる、心から本当になんかね、もう壊滅的にね、みんなもわかると思うんだけどね、私の配信見てたら壊滅的に記憶力がないんですよね、本当に。昔からなんですけど、そう本当に、うん、やだ、どうしたらいい。なんか魚を食べようと思って、よくさこの魚を食べたらさ記憶力が良くなるとかさ、なんだっけな、あの DHA じゃなくてなんだっけ、 DHC じゃなくてなんだっけな、お魚に含まれているなんかの成分なんだっけな、なんだっけ、 DHC じゃなくて DHA なんだっけ、 DHE なんだっけ、なんだっけ、 DHD、 何、わかんない、わかんないんですけど、なんかそういうなんか DNA、 わかんない、本当にわからないんですけど、なんかそういうさ、そういう成分がさ、 DHA か、そうなんかお魚に含まれるその DHA の成分がさを食べたらさ、なんか記憶力が上がるとか言ってるけど本当なのかなそれってなんか本当に SK 入ってから本当にお魚食べるね頻度がないんですよね。多分ね数えるぐらいしかお魚食べてないよ。そう、あって記憶力かな、違ったっけ、忘れたんですけど、お魚を食べたら記憶力が上がるって。でもSK に入ってからこの 100% のグラフがあるとしたら、うん、お肉を食べる日々が 80% いや 90% で、お魚を食べる頻度が 10% ぐらいしかないですね。お弁当とかで出ても絶対にお肉の方選ぶし、ケータリング出ても絶対にお肉の方選ぶし、普段からコンビニとか行っても絶対とか、外食とか行っても和食とか、うん、レストランとか食べに行っても絶対肉を選んじゃう。そう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 、和食屋さんとか行ったらさ、なんかお魚の煮物とか、お魚のなんか味噌煮込みとかあったりとかするけど、絶対なんかカツとじ卵とかカツ丼とか
牛の炒め物とかそっちの絶対お肉の料理を注文しちゃうんですよね。まあ動くからっていうのは関係あるかわからないんですけど、普通になんかお肉好きなんですよね。いや、こんばんはです。だってこんばんは、初見ありがとうございます。ぜひフォローしてください。そうなのよね、全然本当に90日々のね、この SKE に引っ越してきてからその食 90% お肉 10% 魚です。本当にまさしくそれ、本当にそれぐらいね。そう、ファミレスとか行っても絶対魚食べないですね。ステーキとか食べる、ハンバーグとか。そうだから頭がボケるのかな。体力は湧くんですよね。確かに魚よりなんか肉の方がファイヤーっていう気持ちになる。いっぱい公園とか動けるぞっていう気持ちにはなんかなる気がするんだけど、その代わり頭がバカになるのか、バカにはなんないのか分かんないけど、本当にやだ、魚食べるだから嫌いじゃないですね。お魚好き、お魚好きなんだけど、なんか選ばないんだよね。動いてるからかもしれないんですけど、まだ若いからなのかな。魚も食べたいですね。お魚も美味しいですよね。最近は本当に好き嫌いは本当にほぼないので、そうそう、好き嫌いほぼないので何でも美味しく食べれますね。本当にね、なんか煮物の人参とかさ、おっきく切ってあるじゃないですか。そういうの本当に嫌いだったりとかしたんですけど、全然食べれます。最近サラダも食べれるし、いや、エビとトマトだけは本当に、いや、でもトマトも克服したんですよね。プチトマトは無事に克服して、今日もサラダにプチトマト入ってたけど難なく食べましたね。大きいトマトとトマトジュース、まあでも大きいトマトも別に食べれますね。うん、でもまあトマトですね、トマトとエビぐらいですね。本当にそれ以外は何でもわりかし最近食べれるようになったんですけどね。まあ食べてないものもあるから、でも食わず嫌いもしなくなったから、とりあえず食べてみて決めますね。そうそう、あんことかもすごい美味しいなって感じるようになったし、それはもしかしたら年齢が関係してるのかもしれないけど、大人になったから食の好みが変わったっていうのもあるかもしれないのですがね。そう、本当にね、好き嫌いがそんなになくなって、初見の人こんばんは、こんばんは。生魚も全然平気ですね、食べれる。そう、別に食べれるんですけどね。そうだから魚も嫌いっていうわけではないんですが、そうそうそう、ウニ、え、ウニね、食べれるどころじゃないんですよ。ウニ大好きなんですよ、ウニめっちゃ大好き。なんか本当にウニ食べれ始めたの大学入ってからとか、高校生になってから、高校確かね、高校の終わりかけとか大学生になってからウニを初めて食べたんですけど、え、なんでもっと早く食べなかったんだろうって思いました。ウニ美味しいです、本当に本当に美味しい。いや、中学生かな、ウニは、あんま覚えてないけど、いや小学生か、いや中学生か、そう中学生かもしれない。いや、ウニ美味しいですよね、本当に。早く気づけばよかったと思って、だからまだ食べたことないやつもいっぱいあるからさ、食べてみたら絶対に気づくと思う。うん、そうだから魚嫌いなわけじゃないんだけど、なんとなくレストランとかお弁当でどっちかお肉とお魚が選べる場合はなんかお肉を選んだりとかするので、だからちょっと今後は意識して魚を取るようにしてみようかなって思うけど、やっぱりさ、目の前でさ
なんかお肉とお魚の2択があったらさ、なんか本能で肉取っちゃうんですよね。うち魚の方がなんか健康とかには良さそうだけど、なんかお仕事現場とかに行っていざ目の前に魚肉っていうお弁当が置いてあったら、なんか勝手に手がお肉の方に伸びてる。なんか鮭のあのなんだろうな、鮭弁当かハンバーグ弁当だったら絶対にハンバーグ取るし、そうそうそう、アジと肉じゃがとかだっても肉じゃが飲んだりする。そう、いや好きなんだけどね。いや両方好き本当に。いやでも魚取った時も魚もめっちゃ美味しいんだけど、美味しいんだけどなんか肉を取っちゃうね。お寿司と焼肉だったらどっちが好き？いやー厳しい、両方好きだな、違って良さがある。でも最近本当にお寿司も焼肉も本当に行けてなくて、食べたいですね。生魚も食べてないな久しく。いつが最後かな生魚食べたの。ちゃんとお魚食べたのね、いつだろうね。いつかの夏に池田と一緒に行ったお寿司屋さん、2人で行ったお寿司屋さんが最後だった気がするな。それこそ1年ぐらいお寿司食べてないですね。ちゃんとしたお寿司、スーパーとかでのお寿司は買ったりとかしましたけど、ちゃんとしたお寿司屋さんのお寿司というか回転寿司とかのね食べてない。なんかスーパーで売ってるなんか6個ぐらいとか、6個とか8個ぐらいしか入ってないやつ。でもお寿司6個とか8個で足りないですよね、全然足りない。そう、なんか食べたい。焼肉も本当に行ってないです。一人焼肉や一人寿司はいける。一人寿司ってどういう感じなんだろう。一人寿司は無理、絶対に無理。焼肉は一人焼肉専用のお店みたいなのが最近あるから、そこになら行けるかもしれないなって思いますね。いやーそんな感じです。非常に10巻はいける。10巻は余裕だと思う、わかんないけど。最高何皿なんだろう、数えたことないからわかんないな。今度数えてみるね。10巻って5皿？いや5皿以上は絶対にいつも食べてるな。カウンター回転寿司余裕。無理、本当に無理。回転寿司とかさ、そういうなんかくら寿司とかスシローとかさ、そういうところでなんかボックス席となんかカウンター席があって、僕席で家族連れとか友達とかさ、でなんかすごいにぎわってるじゃないですか。そういうところで一人でカウンターで食べるのは本当にいけない、入れない。本当にカフェとかもね躊躇するから、スターバックスとか一人で入れないもんね。友達としか入れない。なんかどこ見ていいか分かんないね。ボックス席だったらいけるかも、一人。なんかこう仕切りみたいなのが、あー無理だな、店員さんなんて思われるか不安だからいけないですね。お寿司屋さん一人で行くのは無理ですね。うん、お肉、焼肉だったらなんか一人焼肉専門店ならいけるけど、うん、いけないですね。焼き魚美味しいですね。西京焼きとかみりん干しとか美味しいよね。でもサワラ大好き。魚サワラ美味しいんだよね。渋い、もう給食で出たサワラの魚が美味しかったな。また食べたいな。なんか昨日何を血迷ったのかさ、夜寝る前さ、こう
電気真っ暗にしてさ、もうスモールライトだけつけてさ、永遠にさ広島給食って調べてさ、広島のさ給食の献立見ててさ、美味しそうだなって思いながら見てたの。怖いでしょ。そう、ずっとね行きもしない、あの地元じゃないや、広島のねいろんな学校のね献立をね、なんか給食だよりとか出てるところあるじゃないですか。そうだから、いろんな学校の給食だよりを見たりとか献立表を見てね、美味しそうだなって思ってた。で将来さ、いつか結婚してさ、なんか献立に困ったら給食の献立の中から作ればいいんだとか思ったりとかね。だから給食が懐かしすぎて、なんか給食をの献立をずっと調べていた昨日の夜。そう、給食いいよ。なんかその小学生とか学生のね、なんかこの給食を食べる時代の渦中にいた時は、給食をなんかそんな食べたいなとか思わなかったんですけど、高学年になったら楽しみだったけど、低学年の頃とかほんとうどんとかのびのびだし、別になんか毎回好きなものが出るわけじゃないから、まあ、楽しみじゃなかったんですけど、今となってはめちゃくちゃ美味しそうだなって思います。そう、なんかいいですよね。ちゃんと献立考えられててさ、なんかなんだろうね、毎日違うお料理が食べられるんですよ。そう、会社とか行っててさ、なんか外食しようってなったら、まあ、コンビニとかそのレストランとかで違うメニューを頼むことはできるけど、同じメニューを頼むこともできるじゃないですか。肉球ありがとうございます。そうだけど給食だとさ、洋食が出たり和食が出たり、全然毎日違うメニューが出てさ、何も考えなくてもめっちゃいいですよねって思っていた昨日。しかもなんかなんだろうね、小学校の頃とか学生ってか太らないじゃないですか。なんかそれはなんかそういう給食とかのカロリーがちゃんと計算されてたからだと思う。なんかめっちゃお腹いっぱいになるけど、なんかそういう計算もされてるから、栄養もめっちゃあるし、カロリーも取りすぎないようにとか計算され尽くされてるから、もう健康そのものになれるじゃないですか給食って。コンビニとかはさすがに毎日毎日ずっと食べてたら太ったりするけどさ、動いてても。給食ってだっていっぱい食べても太った記憶ないから、本当に素晴らしいなって思いましたね。でも楽しい。なんか学校によって出るものが違ったりね、器が違ったりするんですよ、その給食のお皿のね。だからそれを見るのが楽しかったです。でもちょっとね、気を抜くと虚しい気持ちになるから、みんな暇だったらやってみてください。ご飯と牛乳の組み合わせになれる。そう、それはそうですね。ご飯と牛乳って今考えたら最悪ですね。長いパン食べたことある？どういうやつだろう、わかんないな。長いパン、ナイススティックしか知らない。なんだろうね、今さ夜ご飯でさ、普通に家でさご飯食べてる時にさ牛乳出てきたらすごい悩ますよね。だけどさ給食の時はなんか許されてましたね。今普通に食卓にさ、はいご飯よって言われてさ、普通の和食とかにさ牛乳を注がれて出されたらちょっときついですよねね、長いパン、ナイススティックしか知らない私。でもそりゃ給食じゃない、給食当番ナイススティックいいよね、いいよね。にゃんにゃん。お、ご飯に牛乳好き？おー、今は無理だな、ちょっと
お茶がいいな。給食当番の思い出。じゃあ最後に給食当番の思い出を話して終わりにするね。給食当番の思い出は、私はやったことないけど、他の学年の人がやったことあるのかな、あんまり記憶ないんだけど、なんかこれ給食当番の人って給食室からなんか教室までになんかこういう大きいさ、お鍋とか大きい器みたいなのを2人ずつ運んで、片方の子がこっち持って片方の子がこっち持って2人でよいしょよいしょってなんか上の階まで運んだりするんですよ。まあ、近くの人はそうなんですけど、なんか給食室にその食べ物がお鍋とかに入れてあって、そのクラスごとにね分けてあって、それを給食当番の人が自分のクラスまで運んで持っていかないといけないんですけど、その時になんか階段とかって斜めになるじゃないですか。だから本当なら2人がこう平行になって歩いていかなきゃいけないけど、先にこっちの人が行って片方の人こうやっても斜めに運ぶ人とかねいるんですよ。そしたらなんかこの片方の子がわーって踏み外したら全部バチャンってぶちまけられて、みんなでちょなんか放送がかかるんですよ。そのなんか給食の時間にさ、何年何組の今日の副菜のなんか何ほうれん草の和え物が、足りませんので、クラスで一口ずつ、お鍋に戻して寄付をお願いしますみたいな放送が流れるから、そしたらみんな一口ずつ自分の分から減らしてそのクラスに届けるんですよ。それが懐かしいなって思いますね。あ、肉球ありがとうございます。でもさ、そう、隣のクラスとかさ、まあ自分のは一口しかなくならないけどさ、結局さみんな一口ずつさ、いろんなクラスから持ち寄られるからさ、結局なくなったそのぶちまけたクラスさ、元の量より多くもらえる、あるあるありますね。自分のクラスの給食当番の人がこううどんとかぶちまけた時に、その何年何組のクラスがうどんが足りないのでって言って、みんないろんなクラスからなんかちょっとずつさ、なんかうどんをさ一口ずつとかさ、なんかお鍋に戻して届けてくれるんですけど、そうもう一つのクラスじゃなくていろんなクラスから寄付されるから、結局もともと一クラスにこうこの量ですよって当て込まれた分より、みんなの集まった一口ずつ分の方が量が結局多くて、結局余るっていうね、懐かしいですね。ね、そんな話もありましたね。懐かしいのが思い出ですねみんなのパワーはすごいということ、確かにそうですね。という感じでございます。ということで、ちょっと長々とやりすぎてしまった。言うてか、言っても1時間だ。ということで、そろそろ終わりにしたいと思います。皆さん、ぜひよろしくお願いします。いろいろ。今日もレモンを飲んで、寝ようと思います。ほんといいよ。さんね、昨日からねこれね飲んでね寝るようにしてるというか、昨日初めてね飲んだらめちゃくちゃ疲れ取れてね、あとめっちゃ肌がね綺麗くなったんですよ。だからちょっとね毎日ね飲もうと思うそう、なんかそうメールでも言ったんだけど、なんかすごいね、なんかビタミン C って肌にいいらしくてね、なんか今日すごいね肌の調子がいいんですよ。なんか毎日続けようと思う
思った。なんか疲れも吹っ飛ぶし、本当に昨日びっくりした。でも本当にプラシーボ効果受けやすいタイプだから、調べて本当になんかいいですよっていうのしか見てないから、すごい受けちゃってるのかもしれないんですけれども、いやでもね、本当にね、本当にいいと思う。そうだから今日も買ったんですよ。明日もね、毎日ちょっと続けようと思う。っていうまあ話でしたね。ということで終わりにしたいと思います。筋トレは続けています。はい、筋トレは続けています。昨日も続けています。今日もやります。ということでありがとうございました。皆さん、そろそろ終わりにしたいと思います。おやすみなさい。バイバーイ。